No. 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 どうも、我是カズマ。もう一回、ちょっともう一回。はい。どうも、我是カズマ。はい、大家好、我是ギョン。どうも、アイです。ということで、今回も2人に来ていただきました。で、はい、今回はですね、まあ、2人が、あのちょうど1万人登録した時の Q&A の質問に2人が出会ったきっかけみたいなのがあったんですけど、うん、どういうきっかけでしたっけ？言語交換のアプリケーション。そうですね、まあ、って言ってたんですけど、まあ、最近結構あの周りでも言語交換のアプリとか、まあ、出会い系のアプリで知り合って、うん、で、まあ、お付き合いしたりとか、まあ、友達になったりっていう人が結構多かったんですけど、まあ、でもその中で、はい、いろいろ多分悪い経験もあるしいい経験もあると思うので、今日はちょっとまあ経験者、僕も使ったことがあるので、まあ、経験者3人でいろいろちょっとそのジャオヨランティについて討論です。討論していきたいと思います。はい、実際最初その、まあ、言語交換のアプリなので、言語交換とか、まあ、語学学習をしたいなっていう目的で始めたのかなとは思うんですけど、うん、実際に会ったのはどれぐらい人数います？あ、でも会った人は結構います。まあ、実際に会ってみないと今後続くか分かんないっていうのと、話し言葉を勉強したかったっていうのがあったので、はいはいはい、文字打つのは結局打てりさえすれば打ってるじゃないですか。で、会ってみて会うか会わないかっていうのを判断してました。言語交換として長く続きする人とそんなに続かない人の差って何だと思います？コミュニケーション能力のあるなしかな。お互いの、そう、ここで裏面出たのが、その台湾人男性の、うん、なんていうのかな、初めての人に おごってしまう傾向。男性とももちろん言語学習してて、はいはい、言語化してて、初めての時ご飯に行きましょうって言われて、うん、はい、いいですよ、でご飯鍋食べて、うん、で全部最初だからおごりますみたいな、あ、でも出しますって言ってもこれが台湾人だからって言われて、結局2回目もう1回おごってもらったから次はおごらないとと思って行ったら、またあ、いい、今回も他はいいからみたいな、それ以降やめました、その人と。だからやっぱ対等な関係っていうのを意識する方がいいってことですね。うん、そう。愛ちゃんはどれぐらい会いました？会った人は5、6人ぐらいかな。やり取りしてた人はなんか10人以上いたんですけど、でも中にもなんか日本に住んでるから会えない人も多いって、そう、ね、そういう人たちはなんか内交換してやり取りは一時期にしてたんですけど、うん、お互い頑張って話盛り上がろうっていうのがあって話題を探すみたいな、探してて、でそれはなんかちょっとしんどいかな、長続きすると。そういう人はなんかある日を境に、あ、じゃあもう返さないことになりましたみたいな感じで、で実際会った人は5、6人で、でもほとんど1回だけで終わったことが多いです。なんかこう、まあ、愛ちゃんに聞きたいんですけど、やっぱりそのどうしても、まあ、ちょっと違う目的でそういう言語交換アプリを使う人もいたりするじゃないですか。はい。あっていいかなって思える基準って何だったんですか？多分2種類あると思う。一つは最初から明らかになんかそういう、うん、あ、そういうのを狙ってる、なんかすごいすぐなんかね、うん、すぐ彼氏いますか切って聞く人は大体なんか動機が不純ってなりますね。もう一種類は、もう一種類はね、なんかすぐビデオ通話したいとか写真見せてとか、はあ、そういう人、それはなんか、うん、なんかちょっと怪しいって思う。で、結構その台湾人の人で言語交換しようとしてなかなかまあ続かないっていう人も結構多くて、さっきもその長続きする秘訣みたいなのを聞いたんですけど、どういうふうに言語交換をするのが理想だと思う？例えばじゃあ言語交換をしますってなった時にいろんな方法があると思ってて、例えば毎週1個のテーマを見つけて話すのか、うん、それとも単純に今ご飯行ったりして日本語で会話するのか、それとももうがっつり教科書を見ながらやるのか、いろいろあると思うんですけど、うん、2人の経験的にはどれが一番良かったですか？一つは教える側、まあ、普段は対等 で、うん、で日本語教師もしてたので、うん、まあ、半分は教える側、あ、でも半分は教えられる側っていうのを意識してたら長続きしたなっていうのがあります。
日本語の練習がしたいのも分かりますけど、うん、そのずっとずっとなんか向こうに日本語の訂正とかなんか日本語の会話の練習を付き合わされると、うん、向こうも疲れてしまうって思うの、うん、中国語の方もなんか会話の日本語の会話の練習の中でも直属中国語の単語とか入れて文化の違いとかもその話の話題にしてなんかお互いちゃんと勉強になるようにした方がいいと思う。確かに多分だからその上で結構趣味が同じとか、うん、なんかその専門が同じっていうのは大事かもしれないですね。じゃあキョンさん最後になんかこう、うん、これからアプリそういう言語交換アプリとかを使おうとしているとか使っている人に何かこうアドバイスみたいなのあれば。アドバイス、それは対等な関係を築くことです。よくあるのはおもてなし精神がありすぎる人、うん、毎回ご飯を、まあ、レストランとか高いところにセットしていくと、うんうん、誘われる側も行きづらくなっちゃう。まあそれが割り勘だとしても毎回そんな、うん、せっかく無料でできる言語交換なのになんで500円300元とか払わないといけないんだって、うん、カフェとかで1杯、まあ、100元前後で毎週どっかで行けるのが楽でいいよね。その出会い系っていうかそのジャオヨランチを悪い目で見るのはやめてほしいですね、うん、真面目な目的で使ってるようなアプリとかもあるし、うん、でそういうアプリに関しては別に全然使っていいと思う、うん、あと出会いが欲しいとかずっと独身で、うん、でとも新しい出会いが一切ない、うん、で毎日の生活はなんか会社と家で、うん、ずっと会社にいてもどうせ新しい出会いないんでしょ、うん、でだから別に使ってもいいかなと思いますね、うん、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今回この動画を撮ったのは、まあ、最近いろんなところで、まあ、アプリで知り合って、まあ、実際言語交換してる人もいるし友達になった人もいるしそれがきっかけで、まあ、交際してる人もいる。なんかでもそれをってすごくいいことではあるんだけどその裏に何かこういろいろあることもなんか体験したこともあるし見たこともあるしなんかそういうところもちゃんと意識してなんか、ね、うまく使っていただけるといいなと思って、まあ、先輩2人にお話を伺いました。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で人類アイベントのアツエリー今日お二人来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。日本からわざわざと台北まで、はいはい、東京からね、はい、なんかまあ2人は本当になんかアプリで知り合ってすごくうまくいってるケースなのかなと思っていて、うん、なんかすごくこういう関係をもっとなんかたくさんの人が見つけられるような、ね、機会ができたら面白いなと思ってます。で他にもですね僕たちが一緒に撮った動画があの今日&アイチャンネルにもあるのでぜひ概要欄ではい見てください。で、まあ、他にもねあのそれぞれ3人それぞれ SNS やったりするんでそれもお願いします。お願いします。那我们下个礼拜见，再见。